ここからはこの先1週間の天気についてお伝えしていきたいと思います。お盆休みが今日から始まりましたけれども、はい、この先の天気はどのようになっていくんでしょうか。一言で言うとですね、はい、これまでも晴れて暑かったじゃないですか。そうですね、猛暑だったんですよね、はい。まあ、それが続くところが多いんじゃないかなと、はい、いただかないそうですね、はい。その一つの原因としてあるのは太陽光気圧、はい、これが覆っているわけですが、かなりしっかりと覆っている、はい。でしかも背が高いということもあってね、暑さというところに関してはまだまだ続いてしまうと、そんな流れとなりそうです。はい、ではですね、アイコンの方で見ていきたいと思いますが、まずは西日本からいきましょうか。はい、でこちら中から大阪なんですけど、よく晴れそうですね、うん。で連日猛暑といった状況が続きそうですね、はい。で続いて今度は東日本です。で東日本の方ですけども、こちらもまあかなりこう連日暑さ、特に名古屋に関してはもうほぼ1週間猛暑が続くと、はい、いった状況となりますから、はい、もちろん熱中症対策を十分にしてください、うん。まあ、日本海側の方では、ね、雨の降るタイミングもあります。これは低気圧の影響になりますけども、はい、まあ、それでもだいぶ暑くなるかなといった流れとなりそうです。で最後に北日本です。北日本に関しては東北部北海道と東北南部で少し天気の流れ分かれそうです。はい、東北部北海道に関しては少しこう低気圧の通り道といいますか、そんな状態となるので雲が多めなんですね。で雨の降るタイミングも出てくる、はい。ただ東北南部に関して言うと、どちらかというとこちらは太平洋高気圧、夏の高気圧の影響かということもあるので、まあ、晴れる日が多く気温の方も上がるだろうと、そんな流れとなりそうです。はい、まあ、このような状況なんですけども、まあ、実際気温の方がどうなっていくのかというところも、ね、見ていきましょうか。はい、ではですね、まずは西日本からいきましょうか。はい、で西日本の方を見ていただくと、まあ、最高気温もそうなんですが、最低気温に注目していただきたいんですよ。はい、というのはここに出ているところ、大阪から那覇まで出てますが、すべ、はい、てのところで熱帯夜がすべての日で続くと、そんな状況となるので、まあ、特に夜間帯ですよね。そうですね、うん、気温が下がらないということもありますから、夜間屋内での熱中症十分気をつけてください。はい、で続いて東日本です。で東日本も、まあ、西日本ほどではないんですけども気温高め、はい、特に名古屋がですね、最高気温38度まで上がる日もありますから、38度まで、うん、ですので、こちらの方もね、まあ、連日、はい、まあ、猛暑が続くという形となりますから要注意、はい、そんな状況です。で北日本まで行くと、さすがにこう、まあ、場所とあとは日によってアップダウンの差はあるんですけども、はい、まあ、特に東北南部の方はやっぱり全体的に高めかなといった流れとなりますから、こちらの方も、まあ、熱中症にやっぱり注意必要と、そんな状況とはなりそうですね。はい、この先の期間もお盆休みということで、お墓参りにお出かけになる方も、ね、いらっしゃるかと思うんですけれども、昼間の時間帯の外出ってなるべく控えた方が良さそうなところも多くなりそうですね。まあ、これね、こういうあたりについてはちょっと地域ごとにいろいろ、まあ、あれもあると思うんですが、なるべく朝早い時間であるとか、はい、あとは少しこう夕方近くなってから、ね、日中帯の元の時間の、気温が高い時間は、ね、下げた方が良さそうです。はい、この先も体調を無理せず、涼しい部屋で休むなど、体調管理は万全にお過ごしいただければと思います。週間天気見ていきました。